尾野康介4月20日代は、日本の政治活動家、元地方公務員、前熊本県副知事、元衆議院議員公設秘書、東京都目黒区出身。幼少期に兵庫県明石市などに居住した後、1983年に小平市に転居。1987年に小平市立小平第九小学校。 1990年に小平市立小平第三中学校を卒業。1993年に海上高校を卒業後、1994年に東京大学門下一類に入学し、当時大学教授だった川島育夫のゼミに参加。1999年に東京大学法学部を卒業すると、アンダーセンコンサルティングに入社。 2000年から2002年には、衆議院議員の藤島正幸の公設秘書を経験し、2002年から2008年まで、名豊かファシリティワークス株式会社に勤めた。2008年、東大のゼミの恩師である椛島が、熊本県知事選挙へ出馬した際に選挙を手伝い、椛島の当選後、同県政策調整参与に就任。2012年6月、当時全国最年少かつ、 熊本県政史上最年少の38歳で、同県に2人いる副知事の一人に起用された。2015年11月には、肺がんが見つかり、手術のため12月18日から療養。同年末に、熊本市内の病院で、右肺の一部切除手術を受け、翌2016年1月11日に、公務復帰した。2016年6月、 小野の副知事再任を求める人事案が県議会で同意され2期目の任期が開始。11月、熊本自身からの観光分野の復興を議論する熊本観光復興会議で座長を務めた。2020年6月に2期目の副知事任期を満了した後3期目も続投する意向だったが、同年の知事選で再選し、知事は3期までという不分率がある。 熊本県政界で異例の4期目に入った樺島から、副知事の任期は2期8年が適切との考えを伝えられ、経験を生かす別の道を模索することになる。都知事選での街頭演説。左は、日本維新の会幹事長の馬場伸幸2020年6月2日午後、熊本市内のホテルで記者会見を開き、6月20日の副知事の任期満了に伴い、 7月5日に投開票が行われる予定の東京都知事選挙へ無所属で出馬することを表明した。6月7日午後大阪市内のホテルで日本維新の会代表の松井一郎、幹事長の馬場信之と会談し東京維新の会代表の柳瀬博文と共に推薦を要請。6月9日東京都庁において柳瀬と東京維新の会 副代表兼政庁会長の音北俊、同代表代行、石井光子の同席の元記者会見を開き、東京維新の会の支部推薦だけでなく、日本維新の会の本部推薦を得たことを発表した。現職の小池都知事の学歴に関する報道を受けて、小野は東京大学法学部の学域のコピーを持参しており、会見終盤に学域を手に写真撮影を行った。 7月5日に投開票が行われ、小野は612,530票を獲得した、ものの4位落選、得票率が9.99%と協託金、返還ラインにわずか738票を満たなかった、ため、協託金は没収された。2020年10月27日、次期衆議院議員選挙に、東京一区から、 日本維新の会公認候補として出馬することを発表した。2008年に県政策調整参与就任した後は、川辺川ダム計画の白紙撤回など重要政策について川島知事に提言し、川島は同年、計画の白紙撤回を表明。小野は副知事退任時の会見で、印象深い出来事に川辺川ダム問題を挙げ、知事と二人でギリギリまで、 表明文を手直しした。非常に難しい判断だったと述べた。熊本県副知事就任後、同県の PR キャラクターである熊門の著作権を県が買い取り、利用許諾を受けた場合は、無償で使用できるようにした。2021年に延期された東京五輪パラリンピックについて、感染症対応への時間を確保しながら、 より完全な形で開催するために2024年への延期も視野に国際オリンピック委員会などと再交渉していくとした。また、表現の自由を守る観点から、青少年健全育成条例による不健全図書の指定基準を明確化し、図書の審査を行う青少年健全育成審議会を全面公開とすることも掲げた。このほか上下水道や 都営交通などの一部民営化の検討、統合型リゾートの積極的な誘致を掲げた。三次の父。趣味は参戦、テニス、ゴルフ、ドライブ、日本酒、熊城中、泡盛と公式サイトで述べている。参議院議員の柳瀬博文は、海上高校の同級生。熊本県知事の川島育は、大学の恩師。川島は、学生時代の斧を、 ゼミ旅行に行くときに、先生用、普通の学生用、お金がない学生用と3つのコースを示すなど、配慮ができる学生だったと述べている。一時資料や記事主題の関係者による情報源。ありがとうございます。